どうもこんにちは。ただいま2月24日深夜2時を回ったとこです。ノクさんお疲れ様です。あのね、やっぱ50肩っていうんですか、痛み出して3ヶ月4ヶ月経つんですよ。で、はっきり言ってね、腕を上げようと思ったらこの辺までしか上がんないです。もうこの辺りで痛いんですよ。だからこれ以上上げようと思ったらこっちの手でこうやってね動かさないといけない。なんか本当に大怪我したみたいな感じになったんですけども、何のきっかけもなくある日突然あ、痛たたたみたいな感じだったんですよ。で、2、3日したら治るかなと思ったら治らずに、1ヶ月、2ヶ月経つんですけども治らずにね、あ、これが40肩、50肩ってやつなんだっていうふうに自覚したんですよね。それから回復の兆しもなく、少しずつ和らいでるような気がするんですけども、やっぱり今でもね痛いですね。手を後ろに回そうと思うとビビッつんで回らない状態なんですよ。そうなると私もね、こう今せっかく格闘技やろうとしてるのに、これじゃあ全然トレーニングも進まないし、まあ、ダイエットもできないしね、きついなと思ってました。ダンベルなんて全然持ち上がらないですね。まあその中でね、今回神サプライズですよ。本当にこのね機械を送ってもらっただけでもサプライズなんですけども、ノクさんありがとうございます。実はこの五十肩のみならず、体のあらゆるところがね、まあいわゆるいい感じになるような、そんな朗報なんですよ。で、以前この神サプライズという機械を実際にノクさんが試したところを拝見して、うわこれすげえなと思いましたね。あの前々からすごいなっていうふうには思っていたんですけども、実際に使っているところを見るとすごいなと思った。当然ノクさんそれ買っちゃいますよね。いや私もねこれを買ってなんかビジネスできんじゃないかなと思ったし、あとその時自分自身に悩みがなかったんでそこまで欲しいと思わなかったんだけど、でも今はねこれうまくいったら俺買うかもなと思ってますね。じゃあね、ちょっとこのノクさんから送ってもらったこちらの方で開けてみようかと思います。びっくりしますよ。梱包材包んでいただいて、あ、これですね、パッドが2枚入ってますね。これを機械に挿してこう貼るという形だと思います。はい、じゃあこちらの方はありがたく頂戴いたします。で、緩衝材がいろいろ入ってますけどもね、丁寧に包んでくださってありがとうございます。で、こうやってつなぐやつで、機械本体がこういう風に入ってましてね、軽い、とっても思ったより、はい、これがマシンですね。ありがたい、ありがたい、本当にね、ありがとうございます。はい、こういった形の機械になります。以前私ね、光線機械ってのを見たことがあったんですよ。あれはね、これとはちょっと違う機械ですけども、光線が出るなんか機材の中にカーボンを入れて、で、怪我をしてるところをこう当てるっていうものだったんですよ。主に足の裏に当てるといいみたいな感じだったんですけどもね。まあ、いわゆる怪しい健康器具、疑似科学ってやつなんですけども、今回ね、確かに疑似科学の範疇に入ると思います。都市伝説の中に入ると思いますけども、効果効能をね見ると、いやいやそういうもんでもすごいんだなと思うわけですよ。その中の一つがこれです。グダグダと話しましたけども、ここまでご覧いただいてありがとうございます。早速ね、私やってみようかと思いますんで、まあ、あの機械をねセットしますから、グダグダとやってもしょうがないんでね、ちょっと一旦動画を切ってですね、どういうふうな効果効能があるかを知りたい方はちょっとね次の動画を見ていただきたいと思います。それでは一旦動画の方切らせてもらいます。じゃあ Thank you.